命の元や。もう余計うるさなってるやん。どうやってと。今回はこちら牧野高原温泉サラメ。どういう。もう一回やめてみよう。今回私たちが向かったのは滋賀県長浜市にある奥琵琶湖キャンプ場。森に囲まれ、初心者からベテランキャンパーさんまで大人気のキャンプ場です。ということで、本日こちら奥琵琶湖キャンプ場の16番サイトにもうアリスとメイが入ってました。めっちゃアリオ強そうなアリオ、めっちゃ強そうなアリオ。もう最強の武器を手に入れた、うん、涼しい涼しい、それやっぱり涼しい。乗ってた。あのバッグにね。じゃあ今日はここをキャンプ地とする。自然の地形を生かし段差で区切られたキャンプサイトはスペースが広く、プライベート感をたっぷり味わえます。広大な敷地内にはキャンプサイトだけでなくバンガローやコテージ、貸別荘まであり、無料のドッグランも作られています。ペット OK の施設も多いため愛犬家にも人気のキャンプ場です。綺麗な水洗トイレに加え、炊事場とは別に洗面専用の水道やコインシャワーも利用できるのはキャンパーにとってとっても嬉しい設備です。いただきます。肉まん3。空調服がめっちゃうるさいんですけど。ん？命の元やで。もう余計うるさなってるやん。どうやってと思う。静かなったわ。どうすか。うん、おいしい。いける？うん、福ちゃんラーメンの期間限定の肉まん、餃子と今日肉まん粉持ってきたんやけど、福ちゃんラーメンの様子はこちらから。肉まんと、これぐらいした餃子。
思う。結構あるね。結構慣れか。一個ずつ。以上です。疲れた。お風呂はこちら牧野高原温泉サラ、え、牧野高原温泉サラさんです。いいお湯でございました。それでは次は奥様と交代したいと思います。多分ね、あまりの速さに驚いてると思うんですけれどもね、奥様にはちょっとゆっくりしてもらいたいと思います。晩ご飯にしましょう。今日はね、この福ちゃんラーメンの自動販売機のな、うん、で買える24時間無人販売のね、福ちゃんラーメンの餃子を買ってきました。で先ほども福ちゃん餃子の様子をお見せしたんですけれども、忘れてたら後までもう一度ご覧ください。どうぞ。まあ長さよね、2回目は。天気が良かったんですけど、急にね、熱っ、びっくりした。メイインザ、メイインザ餃子。何だそれ、インフンで。こんなあるよ、いいよ。うん、多分それ急に温度下がった。それだけオリーブオイルとかね、ごま油を見たからね。サル、どうよ、できたかな。肉まんができました。じゃじゃじゃーん。からしつけ、乾杯しようか、さっきもう塗るなってんの。乾杯。ラーメンになってる。こちらでございます。蒸した肉まん。あ、ちちちちちゃんとつつ。パッカーン。これが普通のタレで、こっちが味噌ダレ、うん、これ味噌ダレ、あ、ちょっと見てみたい、いっぱいダレ、うん、これが蒸し餃子でございます。うん。でも、胡椒も少々。うん。まあ、ネギみたいな感じだよな。うん。めちゃくちゃうまい。これラーメンの出汁みたいな。天才よ。テントの中に入ってきました。もう今何時、8時過ぎぐらいか、8時半ぐらいか。だからね、あとはもうゆっくりお酒を飲みながらのんびりしたいと思います。それではおやすみなさい。そこで寝る気やろ、もはや。そんなことない。なんで布団出す、いらんんだ。コールマンで、真冬用のコールマンで、マイナス15度か20度まで行けるやつでね。これだって今から氷点下になるならんな、どう考えても。はい、おはようございます。それではちょっと城内を散歩してみましょう。ちなみにうちのサイトはそこです。今回ね、16番サイトに泊まりました。16番はちょっとね、看板が見えにくいところにあるので、皆さん迷わないようにしてください。ここやかな、うん、ここだいぶ行かなかったのか、
ということは、あそこの受付のとこ通り過ぎて向こう、過ぎて向こうか、うん、遠いな。多分この上がレイクビューのビラと散歩道みたいやねんけど、ちょっともうええかな。朝ごはんいただきたいと思います。朝ごはんはこちらセブンイレブンでね、近くにセブンイレブンあるんでそちらで買ってきました。卵サラダサンドと厚焼きフレンチトーストでございます。いただきます。おお、ライス。もりもりや、うん、今までで一番良かった。めっちゃいいな、うん、プライベートソース、うん、すごい感じ、感じだった。はい、というわけで本日は奥琵琶湖キャンプ場約2日ですが、ね、やってまいりました。まあ、今まで行ったキャンプ場まだ3つしか行ってないんやけど、今のところ一番過ごしやすかったと思います。またね、こちらみたいな初心者でも電気もありますし、炊事場もありますし、シャワーもついてるし、トイレも綺麗やし、良かったんではないかと思います。今回このテントとタープをくっつけてやりたかったんで、それができたんで良かったかなと思います。はい、本日以上となります。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。グッバーイ。よいしょ。